私の名前は田の外芳樹と申します父親は田の外芳ですこの教会で天に召される前に木名先生と共に牧師のサポートの牧師として働いていました写真があったらちょっと写真を父親はちょっと天国3回臨死体験をしまして2度目に天国に行ったというものなんですけれども。 そのこととを話したいと思い思ます私の父をもう天に召されているので私が父の代わりにこの足が証しができることを感謝します5分間という時間を与えられていますが忍耐してください5分より長いか短いか分かりませんが私も5分間奮闘して話したいと思いますこれを「古軍奮闘」とならぬ「5分奮闘」しますのでよろしくお願いします私の父が89歳で天に召されました 数年前にこの教会の協力を得てごしてもらった証のパンフレットがあります三度の死を乗り越えてというトラクトですそのトラクトに書いてあることについて私が父から聞いたことを分かち合いたいと思います一度目の臨死体験は私の父がまだイエス様を信じていなかった時のことです高校卒業した後に材木を木材を置いてあるところでアルバイトをしていた時のことです 丸太が積んであるところでその丸太の本数を数えるアルバイトをしていたんですがその太さの木材が何本か数える作業中にその丸太が崩れ落ちて下敷きになりましたそして気が付くと体中ベタベタして血なまぐ臭い匂いがしてとても臭いところであったそういったところに行きました 人は死んだら感覚が何もなくなるのではなく匂いとか肌の感覚とかも分かるんだということが分かります父はそこで自分が聞いたことのある仏教や神道やその他の神々の名前を呼んで助けを求めたそうですでも返答がありませんでしたそしてクリスマスの時に友達と一緒に教会に行った時に聞いた神の名前で助けを叫ぼうとしましたがイエスキースの名前が出てきません 何とか振り,振り絞って叫んだのがクリスマスの神様私を助けてくださいという言葉でしたするとすぐに父は暗くて臭い地獄の入り口から救われて自分が寝ているベッドに戻ってきましたそして医者と家族が話していてこの青年の命はダメでしょうと言っている声を聞いたそうですその後すぐに目を覚ましましたその後病室はパニックになったと聞きました えー、2度目の臨死体験は父が山梨で妻の死後身も心も疲れ果てた70歳の時でした彼は40歳代の後半ぐらいから時から心臓の疾患があり妻の看病疲れから心臓が悪くなったようでした突然背中に槍で突き刺されたような痛みが走り心筋梗塞の症状が出たのでいつも通っている心臓内科にいたところ緊急入院と言われました それからすぐに心臓のステント治療を行い病院の ICU に入院しました入院して3日目の夜間の時に別の病室で急変した患者さんが出たので看護師さんたちはみんなそちらの患者さんの方に行ってしまって誰も ICU からいなくなってしまった時のことですその時父親の容態も悪くなり自分の体から霊が離れていきました 2人の見つかりが父を連れて天国に行き、気がつくと天国の岸辺に立っていたそうです。私はキリストにある人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第3の天にまで引き上げられました。第2コリントの12章2節にパウルも体験談を語っていますが、これと同じようなことを。 だと思いますその岸辺にはいくつかの木があっていい匂いの食欲が湧く美味しそうな果実が実っていたそうです川のほとりその両側にはあらゆる果実が成長しその葉も枯れず実も耐えることがなく毎月新しい実をつけるその水が聖長から流れているからであるその実は食物となりその葉は薬となるエジケール書にもこの47章10節にも書いてあるこの場所です えそれを食べようとして手を伸ばしたらえ食べてはいけませんと見遣いに叱られたそうですそれから向こう岸にいる方がこちらに渡ってきなさいと言ったので渡ろうとして足を水にえ入れようとしたら足が水の中に入らず沈まないで水の上を歩き川を渡りきったそうですそれから見遣いと一緒に天国の門に行きました、えー、よく 聞く天国の話だと必ずと言っていいほど門のところで首都ペテロに会って質問されるとかいろいろ出てくると思いますがそれはなかったようです多分ペテロには父親はあって父親ペテロに会っていないと不在だったと思いますもし彼に会っていたら会ったよと言って話をしてくれると思いますのでそうではなかったと思います天国の門は 真珠で作られていいるとと聞いたことがあります私が想像する天の門は門に真珠が散りばめられているものだろうと思っていましたどんな門なのかと父親に聞いたら一つの大きな真珠をくり抜いて作られたもので彫刻が施されていたと言っていましたでも詳しくは、えー、教えてくれませんでした多分、えー、パリの凱旋門よりもすごいのではないかと思いますが想像はできませんまた十二の門は 十二の真珠であったどの門もそれぞれ1つの真珠からできていた都の大通りは透き通ったガラスのような純金であったヨハネの黙書録の21章の21節に書いてある通りのところですけれどもそのところですそれから1軒の家に父親は連れて行かれてそこを案内されました私たちがテレビや芸能人 いやセレブの人が住んでいる家とかマンションとかを見てあんな豪邸に住みたいなと思いますがそんなちっぽくな建物ではなかったみたいです部屋がいくつもあり帝国ホテルより,よりも素晴らしい家だったそうです私は帝国ホテルに行ったことを 連れて行ってもらったことがないのでどれだけすごいかは分かりませんけれども私も行ったことのあるホテルは仕事で入ったことがあるよみたん村のホテル日光アリビラですあそこもいいホテルですので一度皆さん行ってください <laughs> そして父は一緒にいる見つかりに質問しましたこれは誰の家ですか見つかりはこれはあなたの家ですこれを聞いてとてもびっくりしたみたいです びっくりしてもその時は例なので腰は抜けなかったと思いますそれから見つかりと天国の端から端まで東西南北を一瞬にして案内されたと言っていましたどんなところだったか質問したことはありませんでしたが見つかりから行ってはいけないと言われ門外不出なのか言葉に表せないほど素晴らしかったのかわかりませんがその後者の方だとしてくださいイエス様は言いました私の家には住まいがたくさんあります もしいなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。ヨハネの福音書の14章の2節から3節に書いてあります。一通り天国を見終わって先ほど見た家に戻ってきたんで、えー、ゆっくり休もうと思っていたら見つかりが帰りましょうと言いました。 父はまさかと思ってたのかもう一度聞きましたそれをすると光飼は「あなたは帰らなければいけません」えー、と言われましたせっかく天国に来て自分の家まで見たのに帰るとはと思ってそれはちょっとショックだったと思います光飼と一緒に病院まで戻ってくると看護師さんや父の周りにいてお医者さんが馬乗りになって心臓マッサージをしていたそうです密会が父の背中をポンと押した時に自分の体に 戻りました自分の体から離れていた時には苦しみも痛みもなかったのですが自分の体に戻った時に体の苦しみが戻ってきたそうですこんな大変な事態になっていたにもかかわらず次の日気分もよくなり体調も以前より良くなっていたようで病院のベッドで聖書を読んでいたら担当医の先生がやってきてやけにリラックスしているじゃないと言われたそうです担当医の先生は えー、父がぐったりしていて虫の息の状態になっていると思っていたみたいです血液検査をしても数値があまりにも違うので別の患者と取り違えたかと思い3回ぐらい血を抜かれたと言っていましたそれほど、えー、血の,あの状態があの良くなっていたということですそれから数年後のことですね今度3度目の、えー、臨死体験の時はやはり心臓の状態が悪くなって 病院で治療を受けている時また自分の体がアレが体から離れるのを感じたそうですこの時は天国には行かずすぐに自分の体に戻りましたこの時五蔵六腑が癒されたと言っていました体の体調も良くなりそして沖縄に来てそのために奉仕の場が与えられました今は恵みの時今は救いの日神は生きておられ天国もあります えー、クリスマスの神様、イエスキリストを信じてください。す、え、べ、ー、ての栄光を、えー、主に返します。以上です。